うございます、J28 スタジオの陣博史です。今日はカンパニーストの稽古をやってるんですけども、休憩の間を使ってダンスのお話をちょっとさせていただきたいと思っています。このスタジオではジャズダンス、ヒップホップ、バレエといろんなスタイルのダンスをやっていますけども、巷ではダンスに対する知識があまりないと思うんですけども、どのジャンルでも踊れるっていうふうに思われがちですけども、バレエダンサーはジャズ、ヒップホップは踊れません。またジャズダンサーの場合はいろんなダンスビジネスの関係上バレエを基本にしてヒップホップも取り入れたりしているんですけども、最近ではヒップホッパーもジャズダンスの必要性を感じている人もだいぶ増えてきたんですけども、基本的にヒップホッパーはジャズダンスを踊れることはないんですね。巷ではダンサーはどんなダンスでも踊れると思っているんですけども、もう分野が分かれているんです。でこの僕の場合は振り付けの関係上、また海外公演、カンパニーと海外行ってる関係でジャズ、ヒップホップ、バレエ、それ以外にも舞踏なんかもやったりするんですけども、基本はジャズダンスから始まっています。今日はちょっと説明させていただこうと思うんですけど、バレエの基本はこのバーに対して自分の、体の芯をまっすぐに立つっていう、上から吊られてまっすぐに立つっていう稽古が始まるので、振り絵っていうのがあるんですね。1番から2番、これは1番なんです。本当はもっと開かなきゃいけないですけど、でこれを基本に体の芯を振り絵をすることで覚えて、それで今のようにピレットっていうのをこういうふうにやったり足を上げたりします。ちょっと紹介しますね。トマベチヨコ。トマベチは海外で完璧なバレエダンサーというふうに評価、ニューヨークタイムズでも評価されてるんですけども、基本はジャズとかコンテンポラリーであってバレエダンサーではないです。ただバレエダンサーのテクニックも持ってますので、アラセゴンちょっとやってもらう。アラセゴンっていうのは横に足を上げるんですけど、ちょっとやってもらいますね。お願いします。はい、このバーに対して体がまっすぐで、それでバランスを保ってるっていうことで手離せるんだよ。はい、これでキープできるんです。はい、ありがとうございます。じゃあアラセゴンですね。じゃあアラベスクも同じことで後ろの方に、はい、ジャズダンサーでこれだけ足が上がる人はあまりいないんですけども、上がる人もいるんですけど、バレエダンサーはたくさんいますね。これも基本はまっすぐに立つっていうところを覚えてます。友達陽子です。ありがとうございます。今度 J スタ小劇場っていうのをプロデューサーもやってるんで、今度はいつですか。今度5月の5月にやる。今募集してるの。募集してるんで、チラシも終わってきたの。Jスタ小劇場っていうのは友達陽子がプロデュースして、それから今日は来てないんですけど、友野師匠が総合演説をやってる。できたの早い。今度はクラブイベントでよくやってたんで、今回はどこで。劇場です。劇場でやる。カメリアホールっていうところで。カメリアホール。カメリアホール。そうだけど、ここに僕の写真もあるし、マベチも出演もしてますので、ぜひ、ジェスタ小劇場、年に2回、その時にみんなが集まりますので、出演者も募集し、出演チームも募集してるし、ぜひ来てください。ありがとう。今、トマベチよくバレエの見本をやりました。じゃあヒップホッパーっていうのは何か基本があるのかっていったら、今のような回転技はあまり使わないので、リズムに対する基本はあるんですね。アップダウンっていうのが基本的にはそうですね、これちょっと乗りにくいんですけど、ワン、ツー、ワン、これはダウンのリズムで、この逆にアップ、アップで、あとはこういうウェーブとかボディーウェーブとか、こういうものをヒップホップはリズムをジャズダンスと違って、こういう回転のものはないので、リズムの稽古に新しい今流行りのステップを入れたりします。そんなわけでですね、今オリンピックが盛んにですけども、ダンサーもアスリートと同じで毎日毎日こんな風に稽古をしています。特にカンパニーストの場合は、こういうバレエから始まり、コンテンポラリー、ジャズ、
たくさんのことをやっています。まあ、一般レッスン生も、先生とお会いしていただいて、僕は先生じゃないです、川崎健二先生とお会いしていただいて、OK が取れれば、レッスンに参加することができますので、ぜひカンパニーストのメンバーとともに参加してください。それではまた、陣ひろしでした。ちょっと決めすぎた。